ことと悪いこと、これをねちゃんと伝えていきましょう。次ね、純真同盟の山本本部長、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。武井代表、お疲れ様です。この場を提供していただいて誠にありがとうございます。先ほどね、いろんな名士の方がおっしゃってましたけど、これね、本当に日本人としてね、自分の心の中の体の叫びだと思うんですよ。で、人によってはね、礼が立たへんもんもおんねん、喋り方が下手なやつもおるわ、それをやな、どうやらここにもおるやんけ、え？また詰まってんのんか、言葉詰まってんのんか、わけのわからないことばっかり言うて、妨害しとるやつばっかりやねんけ、そんなに負け取ったらわかんのちゃうんですか？本当にね、自分の自国のことが大切に思い、好きだったら当たり前の話なんや。な？悪いけど、外人か日本人か知らんぞ。外人やとしたら、ほっといてくれっていう話なんや。な？自分とこの国を守るために、祖国に戻って、そうやろ？徴兵制がある国やないかい。そしたらお前率先して、俺が祖国を守るぞってやるのが当たり前ちゃうんか？残念ながら我々のこの日本には、わけのわからん占領憲法に侵されて、な、憲法9条を守ろうと、こういうような考えの人間が、耳障りがいいから、そっちに耳傾けて、本当にそれを歌ってる人間が、その上にどんな組織のやつがいて、どんな